恐竜博士からの小鳥博士。すげえ、動きが超リアル。お尻の穴までしっかり作ってある。うわぁ、めっちゃ首でかい。また来いよ、お前たち。今度は食ってやるからな。ビキニちゃんが見たいためにここに来たんですよ。いやほー。わー、最高。おはようございます。時刻は6時。意外と車中泊だった人たちがいない。今回首振りUSB 扇風機、こいつがものすごい大活躍です。気持ちよく寝れます。さらにブルエッティ150ですね、大きいタイプ。今日で6日目ですけども、まだ一メモリしか減ってないですね。 USB 扇風機の充電、携帯の充電、アクションカメラの充電、パソコンの電源等々、使ってますけども、まだ一メモリしか減ってないです。多分余裕でこの旅持つんじゃないかと思います。青井さん、ただいまヘアメイク中でございます。ヘアメイク担当の後ろのおばちゃんは青井ヘアメイク歴8年の大ベテランさんでございます。恐竜渓谷勝山。やあ青さん、交通情報。それからね、福井マップ、これがね結構すごくグラフィカルで楽しい地図になってるので、これちょっとチェケチェケした方がいいよね。で、ここ恐竜博物館。この道の駅は恐竜の滑り台がある。なんと暑いから今絶対乗っちゃダメだって。ガオ。よーし、今日の一発目は福井恐竜博物館。 Here we go。 なんだあいつは。ティラノザウルスだ。これね、福井ザウ、サウルスだって言ってたよ。来たぞー、恐竜の森。ここに子供ザウルス。あ、ここに、ここにもいる、ここにもいる。すごい。ティラノ。あ、トリケラノプス。父ちゃん横。父ちゃん右見て、右。こっちだもん、恐竜。やったー、大好き。あ、顔がある。あ、止められる。さあ、じゃあ、早速。恐竜博物館行ってみましょう。と言ってもまだ開園前なので、入り口付近でね、待つのかな。ようこそ。今ね、福井恐竜博物館は、事前予約をしてないと入れないので注意してください。恐竜博士からの、小鳥博士。あ、待って。恐竜もマスクするんですね。はい。お願いします。マスクする博士。今できないといけないので。そう言われてみると、これが普通になっちゃったらやだな。博士、マスクはいつまでするんですかね。間もなく会場です。楽しみだね、恐竜。そもそも、薄い。はい、お客様どうぞ、エスカレート降りていただいて、近いお席になります。はい、ありがとうございます。まずは、エスカレーターでダウンステアーズへ行こう。わ、すごい。この石のここに、カブトガニ。これ本物？レプリカ？本物。本物だ。レプリカじゃないんだ。こんなのが出てきたってこと？はっきりと残ってる。すごいね。すごい、これ。うわぁ。あ、近くまで行ってみよう。うわぁ、すげぇ、あいつ。生きてるみたい。すごいね、あいつ。色がやばい。カラフルじゃん。すげぇ、動きが超リアル。お尻の穴までしっかり作ってある。
素晴らしい。手ちっちゃ。これはね、本当に本物だよ。本物の化石。いいやつらが本当にいたのかな、地球に。このでっかいのは首長いの、わかる？ブラキオサウルス。ブラキオサウルス？でってれー。うおー、めっちゃ首でっかい。赤ちゃんも動いてる。生きてるみたい。あ、本当だ。アギリサウルス。絶対やられたんだよ。うん。超近い。噛みつこうとしてんじゃない？またまた骨ロックだね。すげえ強そう。これこれこれ、こいつ。こんにちは、上から失礼します。聞こえますか？あの奥のちびっ子たちを食ってやろうか。おい、福井ラプトル、福井ラプトル、青いラプトル、すごいですね、小鳥さん、ここ。うん。上からも見えるね。すごいね、上からも見えるようになってるのね、骨を。ここ、あれ、表示。勉強。楽しかったね、恐竜博物館。恐竜博士、楽しかったよ。また来るよ。また来いよ、お前たち。今度は食ってやっかんな。みんな、恐竜博物館マジ面白かったね。うん、また来ようね。はい、ありがとう、福井恐竜博物館。よーし、今日のランチはここだ。天津。ありがとうございます、天津。今日のランチは大仏そば。天津。行ってみましょう。こんにちは。4人です。大仏そばってどういうお蕎麦なんですか？私、そばの上にあの山菜、きのこ乗ってます。わお。今日のお蕎麦屋さんはこんな感じですよ、葵さん。まずは葵のソースカツ丼。あ、もう手ついちゃった。まゆ、母ちゃんなんだっけ？これはね、大仏そば。大仏そば。なぜなら大仏みたいな人が食べるから。あ、違うか。失礼な。私はカツ丼とおろしそば食べます。いただきたいと思います。おろしそば。うん、おいしい。カツ丼おいしい。さあ、お腹もいっぱいになったところで、今日は一気に日本海側から太平洋側へと縦断する日ですね、妻。はい。というわけで、ドライビング、ドライビング、ドライビングデーです。ナイス、勝山。いいところでした。バイバイ、勝山。バイバイ。また来るよ。よし、勝山インター。今から、滋賀県、琵琶湖の湖畔に向かって進みます。そのまま、大阪を縦断して、一気に、和歌山まで、入る、そういうルートです。それでは行ってみましょう！ Here we go！ さあ、では、福井北。ここから、高速道路に乗っていきます。ここから米原方面行きます。名神、名神ですよ。名神ってことは名古屋と阪神ってことか。さあ、
滋賀県に入りました。山梨、長野、岐阜、富山、石川、福井、滋賀県。この度早くも7軒目の訪問になります。やばいね。ここから名神です。北陸道から名神道路にジョインします。彦根方面ですね。南下していきましょう。さて皆さん、今日はドライブの日なのでね、車ばっかりでごめんよ。やばいです。何がやばいって、気温38度、溶けちゃうよ。この日差し分かりますでしょうか。ものすごい暑いです。ちょっと休憩しましょう。たまにはハンドルを握ってみるのもいいんじゃないかい。ありがとう父ちゃん。なんだ運転大丈夫です。これがあります。死ぬまで運転しろと。恐ろしい。どっちどっち？一番左？さあ、ということは今から平治バイパスを通って大阪方面なのかな。行きますよ。またまた初めての道、ドキドキするね、これね。第二京浜っていう方向へ行くんだね。組山ジャンクションを第二京浜ですね、枚方方面とね。ここはまだ滋賀県京都府に入りました。しっかりですね。8軒目京都。このまんまこの京都もですね、パスして、大阪方面へ向かいます。頑張れ頑張れ東子ちゃん。ねえ、空が広い。やばくない？さあ早速料金所です。いきなり大都会に来たな、これ。枚方パークの枚方。大阪に入りました。これで9つ目の都道府県、大阪府です。早いね。あー、こんな気持ちのいいドライブしてるんだったら洗車したい。よいしょ、料金所、門真本線。さて、ハウマッチ？ここで出るんじゃない？料金。7,310円。わお、いきなりビッグシリー。ビッグシリーに到着です。すごい、都会にやってきました。さあ、次の東大阪ジャンクションからは今度、近畿道に乗り換えます。はい、ここから近畿道。ここから阪和道です。さあ、和歌山というサインが見えてきました。一気に大阪をですね、縦断しまして、そこから和歌山方面に入ってまいります。じゃあここで休憩しましょう。パンダ席で。パンダの席で。はい、これが名物の玉ねぎ天でーす。玉ねぎ天、イエーイ。岸和田名物、玉ねぎ天、食べましょう。うん、おいしい。
これは水ナス天です。水ナス天、いただきます。悪くない。続きまして、大阪屋からのたこ焼き屋の、和歌山県、なんとこの度9つ目の都道府県入りましたけども、和歌山県です。さて、南紀田辺、この阪和道の出口、これでおしまいです。さてはて、阪和道 How much is it? 直進方向です。あっ、さっき7300円の今4900円だから、今3000円、ハードパンチだったぜ。ふわ、僕をすごい覚えてるんですけど、3年前、ビキニギャルがたくさん街の中を歩いてたんですよ。私今日もビキニちゃんに会えることを多大に期待しております。あー見て、海、右側見て、海綺麗、すげー、うわーすげー綺麗、サンセット間に合った、よかった。雨降ってきた、嘘だ。おい、ビキニちゃんいっぱい歩いてるよ。やっほー、これが白浜です。おー、いっぱいいる、いっぱいいる。ヘイヘイ、ブラジリアンビキニ、ナイス。もまくんはビキニちゃんが見たいだけじゃん。ビキニちゃんが見たいためにここに来たんですよ、わざわざ6時間もかけて。やばい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 、すごい雨。あ、でも濡れそう。やったー、二次サンセット温泉？あ、抜ける。あ、やった。やった。やった、やった。わー、ナイスビュー。奇跡的に抜けました。うわー、見て、晴れたー。やったー。あ、今日泊まるところここです。いいじゃん、やっほー、わー最高。船長引きです。やったね小鳥、私向こうまで行ってみよう。じゃん、今日のお風呂はかけ流し調整の湯、ヒウイゴ。よし、行ってみよう。今日の夜ご飯、中華そば、マルタヤ。小鳥さん、お腹すきましたか？はい。あなた、それよりもここ何？ちょっと出てるじゃないの。何出てる？胸の筋肉でございます。星の垣はこんな感じ？マグロ飯。腹減った？しらす飯丼。青いのだ丼。大盛り中華そば食べます。インスタグラムにコメントしてくれた A ちゃんさんのおすすめ、マルタヤさん、めっちゃ美味しい。これありがとうございました。残念ながら一番おすすめなマグロ飯はソーダ。残念。大盛りか大盛りでないか、チャーシュー多いか否か。すご
ごいね、今日も大して並ぶこともなく、スムーズにご飯もありつけることができて、今見たら外まで大行列。申し分ないルーティンですな、妻。それでは、今夜の寝床に向かいましょう。母ちゃん、今日もお疲れちゃーん。ビッグドライブだったよ。ロングドライブだったよ。お疲れ様でした。今日の走行、総走行距離、412キロ。わお。結構走った。400超えたね。400キロ以上走っちゃったね。まあまあ、いい一日だったでしょう。お疲れちゃん、グッナイト。ありがとうございます。